高千穂線は、かつて、宮崎県延岡市の延岡駅から、宮崎県西臼杵郡高千穂町の高千穂駅を、結んでいた高千穂鉄道の鉄道路線である。2005年9月の台風14号による被害で、運行休止となり、2008年12月28日に、全線が廃止された。以前は、日本国有鉄道大分鉄道管理局、 九州旅客鉄道を行った死者の路線であった。なおこの項では国鉄時代に建設中止となり未成線となった区間についても詳述する。旧国鉄特定地方交通線であった高千穂線を転換して開業した路線である。五ヶ瀬川に沿って宮崎県北部の工業都市、延岡市と新和の里、高千穂町を結ぶ。新角天岩戸間の高千穂橋梁は、 水面からの高さが105メートルあり、日本一高い鉄道橋であった。そのため、旧国鉄時代から、東橋両場では乗客に対して、眺望や高さを堪能させることも目的とした助行運転を行っていた。しかし、2005年9月6日の台風14号による増水で、第15が瀬川橋梁第25か瀬川橋梁が流出するなど前線にわたって、 甚大な被害を受け、運行休止となった。宮崎県や沿線自治体が、復旧費用の負担に難色を示したため、高千穂鉄道としての復旧、運行再開を断念し、全線廃止とすることが決定された。2007年9月6日に、延岡牧法管が廃止、翌2008年12月28日に、高千穂牧本間も含む全線が廃止された。ただし、民間で復旧、 運行再開をする企業、団体が現れれば、上渡を検討するとしており、宮崎県内外からいくつかの企業が名乗りを上げたほか、高千穂町の観光、商工関係者らが、部分運行再開のための会社として、新和高千穂と六個鉄道を設立した。同社は、まずは2008年12月に廃止された、日の影温泉高千穂館で、部分運行再開し、 その後日の影温泉から巻本、将来的には2007年に廃線となった延岡までの再開を目指している。なお、新和高千穂トロッコ鉄道は2008年4月1日に社名が高千穂天照鉄道と改称された。現在は高千穂天照鉄道が高千穂駅高千穂橋梁館をスーパーカートによる遊具としての不定期運行を行っている状況である。 すべて船内折り返し運転でワンマン運転を実施していた。二両編成の場合は車掌乗務だがほぼ一両での運転のため滅多に乗務していなかった。1991年から全面展望車両の指定席車と一般車の自由席車を連結した快速高地保号が運行されていた。2003年3月からはこれに代わりトロッコ列車のトロッコ・カグラ号が 運行開始され、2005年の運行停止まで運行された。運行停止の時点では1日13往復の列車が運行しており、毎時1本程度の運行であったが、2時間以上間が開く時間帯もあった。第3セクター転換後は、高千穂駅と延岡駅で夜間大白が設定されていた。国鉄時代は日の影駅で夜間大白があり、 麻生の高千穂駅の始発は、日の陰高千穂間を回送列車として運行されていた。元々は、改正鉄道施設法で、熊本県高森より宮崎県未体を経て、延岡に至りる鉄道として定められ、延岡から未体を経て、高森線の高森駅までの延伸が計画されていたが、国鉄時代に延岡高千穂間が開業したに留まった。 高千穂高森間 27.0km の建設はトンネル掘削中の異常出水事故により中断1980年に工事が凍結された。駅間距離、高千穂駅以外の累計キロはいずれも計画距離。累計キロは延岡から接続路線の事業者名。駅所在地は工事凍結時のもの。河内駅日光パク駅間で高森町を通過する予定であったが、 駅設置計画はなかった。夢見寺公園とトンネルの駅、桂ら原トンネルトンネル貯蔵庫日清戦争の直後、軍事産業路線として、熊本県と宮崎県延岡市を結ぶ九州、横断鉄道布設の話が持ち上がり、国鉄が、園境線を計画したり、熊本延岡を結ぶ、鉄道布設を目的として、遊園鉄道が設立されたりするなどその機運は、高まった。 しかし、いずれも実現には至らなかった。その後1922年の改正鉄道施設法で、熊本縦の高森高地穂から日の陰、延岡という鉄道計画が最終案となり、同年高森線、縦の高森間の工事が着手された。しかし国の財政難で工事が中断されたため、1925年には、熊本県、宮崎県、 大分県の関係者による高千穂高森間鉄道促成同盟会が結成され、鉄道建設促進運動を起こした結果、1939年までに延岡から日の影間が開通したものの、戦争の激化により再び鉄道建設のめどが立たないこととなった。戦後の1947年、地元で日の影、高森間鉄道伏設規制同盟会が結成され、 この鉄道の全線貫通を国に請願したことから、1962年、鉄道審議会が日の影高森間の建設を決定した。1966年に、日本鉄道建設公団によって、日の影高千保間の付設工事が着工され1972年に完成。残る高千穂高森間 27.0km の工事も1973年に、 着工1977年完成を目指して、工事が進められた。ところが1977年2月、屈作中の高森トンネルの入り口から2050メートル地点の、構内で、地下水の実を誤って切断したために、毎分36トンの異常出水が発生。これにより高森町内の湧水8カ所が枯れ、井戸水を使用していた約1000個もの家庭で水道が、 断水する事故が起きた。そのため、鉄道公団側はトンネルからの水をポンプで吸い上げ、町内の家に排水するよう処置したが、被害は町内の水田約113ヘクタールにも及んだ。翌1978年トンネル工事は一時中止となり、事故をめぐって、鉄道公団と地元との保障交渉が開始され、事故から10年以上経った1989年に、 保証協定が成立した。この出水事故が最大の要因となり、鉄道敷設工事は中断された。そしてその後のモータリゼーションの進展により、鉄道の必要性そのものが小さくなり、1980年国鉄再建法成立により、工事予算が凍結され、全面的に中止となった。高千穂高森間の工事の進捗率は30%で、 あったが、当時鉄道高段高千穂鉄道建設所の話では、あと7年あれば、全線開通できる状態であったという。高森線は1986年、高千穂線は1988年それぞれ第三セクター会社へ転換されたものの、結局この2つの鉄道を結びつける工事が再開されることはなく、明治時代からの悲願であった九州横断鉄道の夢は、 幻と消えた。建設用地は国鉄の分割民営火事に、その用地、工作物など全てが日本国有鉄道生産事業団に承継され、1993年沿線自治体に無償譲渡された。完成していた一部のトンネルや高架橋は1998年までに解体され、その後高地補償内の用地の60%は旧地権者に払い下げられた。 そのため、未成線となった建設用地は未着工の部分もあって、そのほとんどがどこかわからなくなっているが、ところどころに用地の境界標や封鎖されたトンネル、橋脚の跡などが残っている。高千穂町内に建設された桂原トンネルは現在カグラ酒造がトンネル貯蔵庫として利用しており、周辺はトンネルの駅として整備され、無料で見学できる。 またその近くの用地の一部が、夢見寺公園として整備され、夢に終わった九州横断鉄道の不設寺が忍ばれる。異常出水により工事中断となった高森トンネルは、無所上等を受けた高森町が、浸水公園として整備を行い、現在は掘削された2055メートルのうち550メートルが、高森遊水トンネル公園として、有料で一般に開放されている。 なお、この全通行時間制の暁には、終点の高森駅がこの、トンネルの入り口付近へ移転する予定であった。高千穂線廃止以前より、延岡高千保間では、宮崎交通により、路線バスが運行されていた。そのため、高千穂線の廃止にあたっては、これらのバス路線を増発することによって対応している。しかしながら、全線にわたって並行するバスは設定されていない。 また、都市間連絡バスのあそこを、高千穂号が、延岡高千穂五瀬町高森熊本空港、熊本間を連絡しており、鉄道で連絡する予定だった熊本県方面へ抜けることができる。高千穂線7 3年の歴史に幕復興叶わず全線廃止。共同通信社。 47news,http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュ cn スラッシュ200812スラッシュ c n 2 0 0 8 1 2 2 7 0 1 0 0 0 4 7 7 h t m l 2014年4月13日閲覧。寺田雄一、ローカル私鉄列車ダイヤ25年西日本編、JTB、 2004年、171ページ。ISBN 978から45億3 3 0百5万5850。高千穂鉄道全線電子閉塞架橋ダイヤ改正。交通新聞交通新聞社。1996年1月1日。19面。高千穂観光トンネルの駅公式ホームページ。神楽酒造高千穂線に関するカテゴリー。ありがとうございます。